5月橋上流川に旧橋が残っている。5月橋は三重県伊賀市と奈良県山部郡山添村の間の名張川に架かる橋である。国道25号の橋で近くにある名阪国道のさつき橋インターチェンジの名の由来であり、同じく名張川を越える名阪国道の橋は新5月橋と称する。 1928年供用の急教5月橋は1927年に横川橋梁製作所大阪工場にて主要資材が製作され、1928年に完成した。三景館の中央に大きなプラットトラスを両側にポニートラスを配し、両岸両端にオベリスク風の親柱を備え、春工寺は親柱上部にランプが設けられていた。 地元の住人にとり加強はかねてからの悲願であったが、1917年に、旗の村長県奈良県会議長であった中西村次郎が、旧、旗野街道の改修計画を立て県から補助金を獲得し、翌年から工事開始、その一環として1927年5月に、奈良、三重両県の共同事業として5月橋の加強工事に着手。 翌1928年3月に竣工、同5月5日に渡し橋式が行われた。1931年10月、街道改修関係者有志の手により、佳橋に尽力した中西の功を称える検証費が左岸藩に混流された。橋は老朽化が著しく耐震基準を満たさないため、両県は2017年より、軽川に新橋を建設。 新しい5月橋は2020年3月23日に、供用が開始された。急遽は2021年度中に撤去される。奈良県側は、T1 路の交差点となっており、国道は橋を渡ると左へ折れる形となる。右へ折れると、奈良県道4号笠木山添線で、月ヶ瀬方向へ向かう。橋のすぐ、大阪側で、奈良県道181号を卒園にし、 旗線と三重県道、奈良県道785号山添義橋が、岡線が分岐しており、交通の要衝となっている。名張川の一塚流の橋は、月ヶ瀬橋、上流側は、新五月橋。五月橋の奈良県側、国道25号を南へ700メートルほど進んだ、名阪国道さつき橋インターチェンジで入り口そばには五月橋と、同じく旧。 はたの街道改修工事で加強されたおすせ川に架かる長尾橋がある。1926年頃の竣工で、石橋風の衣装が施された探検官 RCR 千葉市であるが、1969年に国道改良し隣接して長尾橋が竣工したため廃橋となっている。共用はされていないが、旧、はたの街道改修工事に伴う貴重な土木遺産として現存している。 ありがとうございます。